モデルプレスイコール2023年3月26日、ミス ID2022 のファイナリストで、グラビアアイドルの片瀬瑞希さん、26、が21日に死去したことが分かった。26日、所属事務所が公式ツイッターにて発表した。所属事務所は、2023年3月21日、片瀬瑞希が急逝いたしましたと、文書で発表し、お世話になりました関係者の皆様、並びに、ファンの皆様に、このようなご報告を差し上げることは大変残念で、なりません。突然の訃報に接し、今はまだ現実を受け止めることすらできない状態ですと、説明した。またツイッターでは、片瀬瑞希は2014年5月に入所し、約9年間主に、グラビアやアイドルとして活躍してまいりました一番、多感な時期にお預かりし、数々の苦難を共にした同志でもありました直近では、大きな仕事もいくつか決まり、また幅が広がると喜んでいた矢先の出来事で、本当に残念でなりません。ファンの皆様には、また日を改めまして何らかの形で機会を設けたいと思っておりますとも記され、今まで片瀬瑞希を愛し、応援していただきました皆様に心より感謝申し上げますとしている。亡くなった当日には、第5回ワールドベースボールクラシック。WBC で日本が勝利したことに触れるツイートを残していた。